はい、黄金世代のことでございます。今日なんですけども、朝のトークやっていきたいなと思います。はい、いや、あのねだって朝のあのねっていう、すみません、あのすごい、あのなんだっけ、カップ杯、新鮮活応援杯やってたんですけど、すごいんですわ。キーパーがエスパーだったんですけど、ハイスピードトルネードスカイルファーゼロ距離とか、日野くんの高浮きゼロ距離とか、日野くんしかも二軸りだったんですけど、全部入らないんですよ。でマジかみたいな。これあれですよね、フォーメーション効果のですけど、連盟効果乗ってるんで、なんかすげえ、よっぽど連盟効果すごいのかなとか思って、で結局5本打って1回しか、ゼロ距離5本打って1回しか入れなかったんですけど、すごいなと思って、これ結構ステサあるべとか思ってたんですけど、やっぱエスパ強えみたいな感想なんですか。なんですかね。はい、というところで、皆さんカップ戦でなんか謎な判定ありましたでしょうか。なんかね、そう、これはさすがに、さすがにな、みたいな、どれくらいのレンジまで、その薄いところだと思うんですけど、どれくらいのレンジまで止めるっていう抽選があるのか、ちょっと知りたいですよね。いや、多分さすがに1000と4万とかだと、まあその抽選としては抽選のレンジとしてないと思うんですけど、どの辺がね、こうレンジとして入る可能性が、まあ 1% 以下でもこう振り分けが振ってあるのかっていうのが、まあちょっと気になりましたね。はい、いやーしか出てこなかった。おいー、まあいやーって言われ、みたいな、どんな声ですか、みたいな声しか出てこなかったですけど、またみたいな感じでした。はい、というところで、多分そんなのもね、皆さん日常的に、あるんではないかなと思うんですが、今日も、朝のトークやっていきたいなと思います。はい、やっていきます。それでですね、まずこちら、ドリームフェス来ておりましたね。はい、技の小春光というところで、カゴタスの方がハンブルグとミュンヘンの試合の、ね、模様を、主に出しながら、小春光のクラブチームのキャラクターの特性紹介しておりました。非常になんか自分も懐かしい、読んでましたんで、あ、ここレビンでね、パス回ししてねみたいな、最後シュナイダーぶち抜くんだけどなみたいな、でシュナイダー看板にぶち、最後俺は勝つんだって、あそこ若林くんなんで出てっちゃうんだよっていう、これ、ね、フラグですよね。これ結構初めて読んだ人とかね、ネタ、まあもうカゴタス出てたんですけど、初めて読んだ人だと、これ若林決めんじゃねっていうところと、あ、キャプツバだからこれ逆襲食らって入れられんじゃねみたいな、この2つの、ね、2択をどちらか思った人はいると思うんですけど、でもあそこかっこいいのが、シュナイダーが看板にぶつかりながらもシュート打って血だらけになってゴールを決めるんですけど、はい、あの辺がね、非常にこう、自分的にはかっこいいなと思いながら、ミュンヘンのキャラ集めようかなってね、ちょっと思った時期もあるんですが、ミュンヘンの現行のキャラクターってこう合わないんですよね。じゃあ、今度フェス来ますけども、ちょっと見ていきましょうか。ミュンヘン、ドイツとスウェーデンで見ましょうかね。ドイツとスウェーデンで、まあ小春光これは欧州クラブまで絞らないとダメだね。はい、見ました。こちらのね、力のシュナイダーの方を、じゃあ、素早いパス回しを背負わせてやろうとすると、このシュナイダー、まあ要は小春光にワンツーつけようとすると素早いパス回しになると思うんですが、技属性がちょうど5人いると。なので今回のフェスの、小春光、そして、技がレビンいますので、レビンというような形になるでしょうか。はい、レビン、これね、そう、そして全然育成してないはい、竜の方向で、こちらは、力属性がちょうど5人いると。これちょうどなんですよね。まあこっちを使うっていうのもありですね、こっちの箱の方ですね。ただこれ、この子もすごい強いと思うんですよ。レビンと小春子が同じチームにいると、パラメーターが 20%、まあ、シューターっていう感じなのかな、どうかな、
まあ、シュートというよりは、まあ、なんか運び屋さんみたいな感じになってしまうのかなと思うんですけど、はい、結構ね条件が厳しいは厳しいキャラクターかなと思います。はい、なので新しいこの辺の、レビンとかシュナイダーが出てもいいんじゃないかなと。で技は移植する形で、なんかこのシュナイダーのね強いのとか出そうな気がしますけどね。あ、でそれでいくと、あれか、超フェスがレジャーなヒューガ技と、ミュンヘン若、シュナイダー即みたいな、いかがでしょう、どうでしょうか。今月が技、そして、4月が先月が即だったので力、来月力、そして4月が力に戻って、5月が即でまたリセットされるので、技、おほらやっぱり技がヒューガ、そして力飛ばして即になってシュナイダーのクラブ、いや、ここでやっぱり代表なんだろうかその辺はちょっとわからないですけど、現行そんな感じではないかなと思いますけどね。はい、まあドリコレのカルツとか持たれてる方であれば、カルツとか入れて力も稼げますし、あとはナトレーザーとかも入れることもできるのかな。そうすると、まあ、このレビンを使っていきたいですもんね多分。で、ただそのクラッパーでキーパー若林とか、どれくらいのカリウサスとか使っていくんであれば、まあワンチャンこっちのケルンレビンでも悪くはないような気もするんですけど、クラブのパラメーターが 3% 上がって、欧州のクラブ選手の高い必殺技威力が 5% 上がると、そして、ゴールキーパーに対してプラス 5% ですから、ハイボーラー、ここ大事ですね。欧州クラブ選手の高い浮き球の必殺技が 5% 上がる。そう、じゃあそうするとやっぱマーガスが入れたくなる。でもこのマーガスではないかなっていう感じなんですけど、ナトレーザーの高浮き 5% 上がるんで、そうするとクリスとかも入れたくなる。クリスはでも即、はい、なんかちょっといろいろ組み合わせがねできるかなと思うんですが、招集校を使おうね、フルに使おうとするとやっぱワンツードンで移動距離 100% っていうのが魅力だと思いますので、まあ、この辺の、そうですね、入れていきたい。今でも、スウェーデンって誰、どの子がスウェーデン、レビンだと一番誰が強いんだろう。まあ、レビン全然育成してないですけど、レビン、ああそうか、そうするとレビンはやっぱり、やっぱクラブレビンが一番いいのかな。幻って何人いなきゃいけないんだっけ、試合、あ、ワールドユースなんだよね。そうだよね。まあでもそうするとクラブレビン、まあ絆のことを考えると、まあただ自動パスカットとかを含めると、あれ自動パスカレビンがこの子だっけ、いっぱい技を移植してどっか行っちゃった、はい、これですね、これを潜在した方がなかなか悩ましいところですね。はい、まあ、小春校を取った時に、まあ、ワンツーの、あの移動距離が一つ、まあ、デバフブロックが魅力的に今のところ映ってますけど、トーマチックでシュートがねやっぱ強いと、タイムアタックの、小春校の技移植したくなる人は多いんじゃん、まあ、取れた人は、ね、移植するんだと思うんですけど、そうするとヒューガを入れなきゃいけなくなりますよね。ヒューガ君、これか、はい、そうヒューガ君が必要なので、そうするとやっぱ速球、速二本波に近、あでも、どういう風に組むんだろうな、まあ、竜の方向がうまく使えれば、まあ、強いは強いと思うんですよね。これ99にすると何本まで上がるんだっけ、ここの画面から見れないのか、あブラボが触れないんだ、小春校ブラボがなかった、はい、
うん、で最後ラストタイムアタックあるんですかね、週はね、今週カップ戦が終わった後、まあ、今月はイベント盛りだくさんだったので、まあドリームカップもありました、言うてね、なんだかんだドリームカップもありましたから、そうね、またどうワーチャレにはまだ早いから、まあ、タイムアタックが来るタイミング的にちょうどいいのかな今月は、はい、春のね新生活応援キャンペーン第2弾タイムアタックみたいな形で、うん、来てもいいんじゃないかなと思いますけど、はい、どんな感じになりますかね、その辺はちょっと楽しみ。だから小春光は結構絆がやっぱ難しいキャラクターなので、そうですね、今のデバフパーだと入るのかな、皆さんどういう風に小春光、まあ周年前なんでちょっと様子見とかっていう人も多いかなと思うんですけど、うん、面白そうは面白そうなキャラクターなんですが、まあ無理してね追わなくてもとは思うんですけども、まあいたらいたで使ったら面白いキャラクターなのかな、まあ捨て次第ですね、見てね、なんかこうこのタイミングでなんか2万2000各、ね、平均くらい6万6000くらいの平均くらいの捨てだったような気がしますけど、さあ、実際ねどんな割り振りになっているかというところですね、うん、ちょっと楽しみにして見ていきたいなと思います。さあ火曜日、特にね大きなイベントがないので、連日ここ皆さん忘れないようにというところだと思うんですけども、イベント自分はやってあるかな、はい、やってましたね、この新生活応援デイリーシナリオ、はい、忘れないように豪華シナリオもらえますので、忘れないように SR ですけど、まあ、もらえるので、で、ちょいちょいなんですけど今ショップを見た方がいいのかなと、皆さんちょいちょいショップ見てますか、ショップで、切り替わってるかな、ショップ通常メダルのショップ、ほらこういう風に新しくねどん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 こう BGM が手に入るんですよ、なのでちょいちょい見て、で必殺技も新しい、ね、キャラクターがどんどん新しい技が出るというところなので、まあ、もし機会あれば、あ、ハイスピードカットなくなってたのにあった、誰かが教えてくれてたんでね、交換所にありますよっていう、まあ、モーコタトック何タクトとこうかな、はい、タイガーパスカットここで取れないかな、タイガーパスカットここで取りたいんだけど、はい、そんな感じでちょいちょい今通常メダルのねいろいろ更新も来てますので、どんな技来てるかっていうところでちょこちょこチェックするのも、いいんじゃないかなと思います。はい、さあ、そんなわけで最近はそこをチェックしてるのと、なんとなくなんですけど今ちょっと空きがあったので、空きがあったというか、まあそのぼんやりとやってたんですけど、中学のこの、あ、翼くんはこっちじゃないですね、まあちょっと入れてみましょうか、技だっけ、違うか、外れた、速だっけ、あ、力だっけ、あ、力だった、はい、4突全部4突させました、あ、これでも入るんだね、はい、14%ですけど、まあ、ここで3で 17% ですよね、まあ、でまあもうちょっと入れ方考えればなんですけど、これで、意外とね捨て高いですよね、 ほら意外とオフェンス値が高くて、結構一回そのうちちょっと技を今いろいろ全部99にして育てても面白いかなって、これくらいはね捨て出ますので、チームスキルで、でこの人たちは比較的中学生が5人以上いると、中学生が5人以上いると中学生が5人以上いると、なので少し日本パに寄せてやってってみても面白いかなと思うんですけど、一回ちょっと時間あったら実験してみたいなと思います。はい、まあ、どれくらいのレギュレーションでやればね面白いかどうか、うん、中学パーね去年は活躍しましたけど、まあ宝箱でこんな捨ててるのすごいなとか思っちゃって、あとは技移植しなきゃいけないんで、まあその辺がどうかなというところでございます。はい、なんとなくね、なんでっていう感じなんですけどなんとなく、あ、中学校はそういえば全然この宝箱のやつやってなかったわと思ってちょっとやったような感じですね。はい、今ちょうどねこれあれ集めてたんですよ、ここの、あ、そう、いろんな技、まあ、南米式ドリブルとかチームプレータックルとかもそうなんですけど、ちょうど今スタミナが空くので、
はい、サブマリンとかね、いろいろ集めてて、いろんなキャラクター、いろんな翼くんとか、みすぎくんとか、ヒューガとかに振ってたような感じで、まあ時間あった時に、スキップチケットまだ余ってる方とかであれば、もしやれるんであれば、やってみても面白いかなと思います。はい。まあそんな感じで、まあカップ戦もあるんですけど、こういう時に、まあメダルっていうか、ここの、潜在のメダル集めておいておくのもよし、シナリオで教習進めておくのもよしみたいな感じで、まあ、時間ね、あのスタミナ有効活用していけば面白いんじゃない、いいんじゃないかなと思いました。はい、まあ、そんな感じで朝のトークという形でまったりお話しさせていただきました。いつもありがとうございます。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた。